ねえ、羊ちゃんってどうして人間の言葉話せるの？それにしても、ここって面白いね。昔風のドレスを着た人もいれば、今時の服装の人もいて、ちょっと変な感じ。あの、羊って呼ぶのやめてください。あなたをここに召喚したのは、城主様です。自由の国ブリス連邦では、どんな格好をしてもいいんですよ。聞いたか？アイスフィル様が、今日グレース神殿でレッスン生の新人歓迎会をされるそうだぞ。けっ！この国を救うのは、俺様一人で十分だっての。城主様は、異世界のエリートやらを召喚したらしいが。おい！どこ見て歩いてんだ、てめえ！骨でも折れたらどうしてくれんだ！何よ、自分からぶつかってきたくせに。あ、いえ、違うんです。ごめんなさい。変な言いがかりはやめてください。この方の邪魔をしたら、城主様に怒られちゃいますよ。わざわざ大の男が二人がかりでしかかかってこれないなんて、卑怯だね。マテウス先生のマナ弟子、ショーンさんです。あの方も異世界から来てレッスンに励まれている名ダンサーですよ。てめえの目は節穴か？こいつが先にぶつかってきたんだろうが、わかったらとっとと失せろ。嫌だと言ったら、弱い者いじめは僕が許さないよ。この国の掟を知らないはずないよね。争い事はダンスバトルで解決するんだってこと。カッコつけてんじゃねえぞ。バトルなら受けて立とうじゃねえか。うわぁ、すごい熱気ですね。めいちゃんも燃えてきましたよ。こっちだって絶対負けませんからね。なんか私抜きで勝手に話が進んでるみたいなんだけど、急にバトルだなんてどういうことなの？Ready? Go! バトルのこと誰かにバラしたらただじゃおかねえぞ。ちょっとやめて、何するんですか。もうご主人様に触らないで。いい加減に自分の間違いを認めたらどうですか。この脳なしのバカ羊め、こうしてやる。やめて。これ以上めいちゃんをいじめたら私が許さないわよ。大丈夫？立てるか？怪我はない？私は平気。そ
それより一体何があったの？地震？地震ですか？早くアイスフィール様にご報告です！それにしても唐突だな。僕はマテウス先生に報告してくる。君も気をつけて。ねえ、レッスン室は右よ。あの人方向音痴なんだね。びっくり。